こんにちは、マネートピックです。3月になりまして、三井住友銀行の新サービス、オリーブが開始されました。給与、年金受取設定をするだけで、月 200V ポイントがもらえたり、対象店舗でタッチ決済をすると、最大 15%V ポイント還元などの紙サービスなのですが、オリーブを利用する上で必要になってくる、オリーブフレキシブルペイにいくつか注意点があることが分かりました。そこで今回は、オリーブフレキシブルペイの概要、注意点について解説していきたいと思います。オリーブについて詳しく知りたいという人は、概要欄に以前作成したオリーブ関連の動画のリンクを掲載しておきますので、そちらをご視聴いただければと思います。ではまずは、オリーブフレキシブルペイの概要から解説していきたいと思います。オリーブフレキシブルペイは、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、ポイント払いの4つの機能が1枚にまとまった一体型カードです。カードの特典については、既存の三井住友カードナンバーレスとほぼ同じなのですが、新規の方もいらっしゃると思いますのでご説明させていただきます。カードのランクが3つ存在しており、一般、ゴールド、プラチナプリファードとあります。それぞれ特典が異なりますが、共通のものとしては、券面が両面ともに完全ナンバーレス、ポイント払いモード時の還元率 0.25%、V ポイントアッププログラム対象カード、一部店舗での還元率最大 15% の特典のことですね。こちらに対応しているっていうカードになります。で、Apple Pay、Google Pay 対応、ETC カードが年会費550円。こちらは、一度利用すればその年の年会費無料になるんですけど、利用しなかった場合は550円の年会費がかかりますよっていうカードですね。それ以外は別々の特典となってますので、一つ一つ見ていきます。まずは一般からご紹介。デザインは3つ。年会費が永年無料。基本還元率が 0.5%。海外旅行損害保険が最高2000万円。SBI 証券でのクレカ積立 0.5% 還元などの特典があります。基本のカードだけあって突出した特典はないですが、年会費無料で V ポイントアッププログラムを利用できたり、SBI 証券でのクレカ積立が利用できるので、人によっては全然ありな1枚です。続いてゴールド。デザインは2つ。年会費が5500円。基本還元率が 0.5%。年間100万円利用で1万 V ポイント付与。年間100万円利用で翌年以降年会費永年無料。海外国内損害保険最高2000万円。SBI 証券でのクレカ積立 1% 還元などの特典があります。なお、年会費についてですが、現在初年度年会費無料キャンペーンを行っているので、今なら無料で作成することができます。で、このカードは年間100万円利用することがある人ならめちゃくちゃおすすめなカードで、100万円利用することで年会費が永年無料になり、V ポイントが1万ポイントもらえるので、100万円ぴったり利用した場合の還元率は 1.5% になります。しかも、SBI 証券のクレカ積立も 1% と高還元なので、SBI 証券でクレカ積立をしているという人にもおすすめしたい1枚です。一般と違い、国内損害保険に対応しているのも嬉しいですね。ちなみに、すでに三井住友カードゴールドナンバーレスを保有していて、なおかつ100万円利用が終わってるっていう人は、年会費永年無料の特典を引き継ぎできるそうです。これは現在マスターブランドを選択している人も対象になっています。ただし、期限が来年の2月29日までなので、お早めにどうぞ。この辺については、動画の後半でより詳しく説明する予定なので、気になる人はそちらもご覧ください。最後に、プラチナプリファード。デザインは2つ。年会費が3万3000円。基本還元率が 1%。年間100万円の利用ごとに1万 V ポイント付与。こちら上限が4万ポイントとなっています。で、海外、国内損害保険の最高が5000万円。SBI 証券でのクレカ積立 5% 還元。オリーブの選べる特典が2つ選択可能。などの特典があります。
こちらについても初年度年会費無料キャンペーンを行っているそうです。3万3000円分が実質無料で作成できるのでめちゃくちゃお得ですね。ただしゴールドと違って翌年以降は年会費が発生するのでご注意ください。ポイントの特典としては100万円利用ごとに1万 V ポイントを獲得することができ、最大で4万ポイントを獲得することができます。これだけだと正直ゴールドの方が良さそうなんですけど、 SBI 証券でクレカ積み立てをする場合だと話が変わってくるんですよ。 SBI 証券でのクレカ積み立てで 5% 還元なので、満額の5万円を積み立てした場合年間3万ポイントを獲得することができます。つまり残り30万円利用するだけで3万3000円の年会費を賄うことができるので、計90万円利用で年会費が無料になります。結局それ以降の利用額でお得かどうか変わってくるんですけど、クレカ積み立てをする場合はこちらを選択するのもありだと思います。既存のプラチナフリーバードを利用しているっていう人も、解約して新しくオリーブフレキシブルペイプラチナプリファードを申し込みすることで現在の利用額に応じてポイントがもらえるキャンペーンも実施しているそうです。こちらについても動画の後半で紹介いたしますので、そちらをご覧いただければと思います。それでは本題であるオリーブフレキシブルペイの注意点について解説していきます。注意点としては、カードの引き落としが三井住友銀行のみ、国際ブランドがビザのみ、既存カードからの切り替えが不可、オリーブランクの変更が不可、 ID を利用すると強制的にデビットモード支払いになる、新規の場合口座開設後すぐには利用できないなどが挙げられます。上3つは今までも分かっていたことなんですが、ランクの変更が不可、 ID を利用するとデビットモード支払いになるというのは今まで説明にありませんでした。特にID を利用するとデビットモード支払いになるっていうのはちょっといただけないですよね。とりあえずね、詳しく一つ一つ見ていきたいと思います。まずはカードの引き落としが三井住友銀行のみな点。銀行口座と連携したカードなので当たり前といえば当たり前なんですが、引き落とし口座が指定なのはちょっと痛いですよね。これなら特典が全く同じである三井住友カードナンバーレスの方がいい気がします。ゴールド、プラチナフリファードに関しては、初年度年会費無料があるので、オリーブフレキシブルペイにも勝機はあるんですけど、ノーマルに関しては全く利点がないですね。オリーブの特典が欲しいけど、既存の三井住友カードナンバーレスが使いたいっていう人は、どちらも作成して、オリーブフレキシブルペイは利用せずに放置すれば OK です。アカウントの登録さえあれば、既存のナンバーレスでも V ポイントアッププログラムなどの特典は受けられます。こちらについても動画の後半で詳しく解説しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。次に国際ブランドがビザのみな点。既存のカードだとマスターカードブランドを選択することもできたのですが、オリーブフレキシブルペイはビザ指定となっています。引き落とし口座の指定に比べると大したデメリットではないんですけど、マスターブランドにしかできないことがあります。それは au ペイへのチャージ。クレカからのチャージは4月から上限が5万円までとなってしまうんですけど、ゴールドの100万円利用の金額が足りない場合などにこちらを利用することができたので、これができなくなってしまうのは痛いですね。続いて既存カードからの切り替えが不可な点。三井住友カードナンバーレスなどの既存カードからの切り替えができないので、オリーブフレキシブルペイは基本的に新規発行になります。さらに、キャッシュカード一体型のカード、SMBC カードっていうんですかね。そちらを保有している場合は、オリーブの新規発行ができないようです。その場合は別の口座で申し込みをするか、一体型カードの解約後に新規に申し込みする必要があるようです。対象の方はご注意ください。次にご紹介するのは、オリーブのランクが変更不可な点。ランクっていうのはカードのグレードですね。一般、ゴールド、プラチナ、プリファードとかの。例えば現在オリーブフレキシブルペイを一般で保有していて、途中からゴールドが欲しくなった場合、今まで持っていた一般を一度解約して新たにオリーブフレキシブルペイゴールドの申し込みをする必要があるようです。これは非常に面倒くさいですね。後々のことも考えてカードの作成をした方が良さそうです。続いて
ID を利用すると強制的にデビットモード支払いになる点。オリーブフレキシブルペイを ID で利用した場合、支払いモードに関係なくデビットモードでの支払いになってしまうようです。もしクレジットモードやポイント払いモードを利用する場合は、ビザのタッチ決済でお支払いくださいとのことなんですけど、これかなりひどいですね。ID 今まで自分使ってたんで、これ使えなくなるの結構痛いですね。タッチ決済でもいいんですけど、タッチ決済って店員の方がタッチ決済を把握してないパターンが結構あるんですよね。タッチ決済でってお願いするんですけど、カードの支払いですか？差し込んでくださいみたいな。このやり取りがちょっとめんどくさいんで、なるべく避けてたんですけど、クレジットモードなどを利用する場合は必要になってきちゃいますね。もしくはね、普通に差し込んで使うしかないですよね。これちょっと困っちゃいますよね。改善されることを祈ってます。で、最後は、新規の場合、口座開設後すぐに利用することができない点。オリーブは三井住友銀行口座を開設、 SMBCID の登録をして利用開始となるのですが、新規の場合はすぐに利用することができません。流れとしては、まず最初に口座開設完了メールが届きます。で、この時点では SMBCID が有効になっていないので、アプリのログインができません。続いて、翌営業日あたりに口座開設手続き完了メールが届きます。で、この時に SMBCID が有効化されてアプリにログインできるようになるんですけど、注意点としては、その口座開設時に自撮りをするかしないか選択できるんですよ。で、自撮りをしてる場合は、今説明した通りになるんですけど、自撮りをしないで登録した場合は、手元にオリーブフレキシブルペイが同封された書類が届くまでログインができないので、ご注意ください。で、なぜこれを知っているかというと、妻にオリーブアカウントを作ってもらったんですけど、なかなか SMBCID でログインできずに困惑してて、なんでかなと思って調べたら、こういった理由だったみたいなんで、同じ現象が起きている人は、おとなしく書類が来るまで待ちましょう。自撮り撮影でアプリにログインできるようになった場合、アプリにログインすることはできるんですけど、アプリ内の画面が通常の三井住友銀行の画面で、オリーブの画面とは異なるようです。で、通常の三井住友銀行の画面が表示されはするんですけど、まあ一応基本特典である定額自動送金無料や他行宛ての振込手数料無料は利用可能みたいです。で、いつから使えるようになるかって言いますと、口座開設の3営業日後にカード発行メールが届くようです。で、メールが届いたらアプリの画面がオリーブになりまして、選べる特典、クレジットモードの選択が可能になるそうです。で、ここでクレジットモードの選択をすると、クレジットモードの審査が開始されるので、これを忘れないように注意してください。審査自体は、まあ、自分の場合10分ぐらいで終わったんで、まあ、そこまで時間はかからないと思います。ちなみに、すでに口座がある人はスムーズに申し込みができます。私はすでに三井住友銀行の口座を持っていたので楽ちんでした。流れとしては、アプリ内のオリーブに切り替えをタップ。SMBCID の登録で、こちらすぐに連携されます。で、ランクを選択し、オリーブが利用可能になります。選べる特典や SBI 証券との連携はこの時点で可能になります。忘れないようにしましょう。で、既存ユーザーの人は、今月は SMBC ポイントパック、ATM 手数料が無料になるやつですね、になるので、本格的にオリーブの特典を受けられるのは来月からです。しかし、今月からも定額自動送金無料、他行宛振込手数料無料などの特典は受けられます。で、クレジットカードモードの審査が30分以内に完了するので、それまで待機。で、審査完了後、オリーブの申し込みが完了するという流れになります。新規の人に比べると、参加できるキャンペーンに制限があるんですけど、スムーズに利用できるのはありがたいですね。なお、選べる特典は、初月と2ヶ月目は2つ選択できるほか、通常3回までである他行宛振込手数料無料が、しばらくの間無制限に利用できるようです。で、こちらキャンペーンなんですけど、新規オリーブアカウントの登録が初めての場合、こちらの紹介コードを利用することで、1000Vポイントを獲得することができます。
エントリー、コードを入力後、オリーブアカウントを作成。翌月末時点で円残高が1万円以上になるように入金すれば条件達成です。まだエントリーしてない場合は、ぜひやってみてください。概要欄にリンクありますのでね、そちらからご参加ください。それでは、最後に既存の三井住友カードユーザーはどう立ち回ればいいのか、何パターンかに分けてご紹介していきたいと思います。オリーブの特典が欲しいけど、既存の三井住友カードが使いたい。三井住友カードゴールドナンバーレスで100万円利用していて、オリーブフレキシブルペイゴールドも欲しい。まあ、2万円持ちがしたいパターンですね。で、オリーブフレキシブルペイゴールドで100万円修行中。プラチナプリファードも持っているけど、オリーブフレキシブルペイプラチナプリファードにしたいパターン。三井住友カードゴールドを利用中で、100万円利用達成していたが解約している場合。これらの例を説明していきます。まずは、オリーブの特典が欲しいけど、既存の三井住友カードを使いたい場合。この場合は、年会費がかからない一般のオリーブフレキシブルペイを作成し、利用しないというのが良さそうですね。こうすることで特典を受けつつ、既存のカードを利用することが可能です。すでに三井住友カードゴールドナンバーレスで100万円修行が終わっているっていう人は、年会費が永年無料になるので、ゴールドを選択しても大丈夫です。なお、注意点のところで説明しましたが、後からランクの切り替えできないので、そこも考慮しながらランクを選ぶのがいいかなと思います。ランクを変更した場合は、解約、新規申し込みになります。続いて、三井住友カードゴールドナンバーレスで100万円利用を達成していて、オリーブフレキシブルペイゴールドも欲しい場合、三井住友カードゴールドナンバーレスで100万円利用していれば、オリーブフレキシブルペイゴールドも年会費永年無料で持つことが可能なので、オリーブフレキシブルペイゴールドを申し込みしましょう。で、どちらも100万円利用で1万ポイント付与の特典は有効みたいなので、2枚持ちすることで、100万円利用で1万ポイントが2枚分利用できます。こちら、200万円利用で2万ポイントになりますね。で、ビザとマスターでブランドを分けて保有できる。まあ、こちらは三井住友カードゴールドナンバーレスがマスターブランドの場合のみです。で、保険が2枚分使える。といった恩恵を受けることができます。お次は三井住友カードゴールドで現在100万円修行している場合。この場合はちょっとややこしいんですけど、オリーブフレキシブルペイゴールドの集権期間終了までに、三井住友カードゴールドナンバーレスの100万円利用を達成することで、オリーブフレキシブルペイゴールドも年会費永年無料になるようです。つまり、現在100万円修行中の場合であっても、年会費永年無料引き継ぎキャンペーン期限である2024年2月29日までに100万円利用が達成できるようであれば、オリーブフレキシブルペイゴールドに申し込みしてしまって大丈夫そうです。終わってなくても今から申し込むことができるので、これはありがたいですね。ただし、新たに発行したオリーブフレキシブルペイゴールドの方を利用してしまうと、これ今までの三井住友カードゴールドナンバーレスとカウントが別になってしまうので、100万円修行を達成するまでは既存の三井住友カードゴールドナンバーレスを利用してください。次は、プラチナプリファードを持っているけど、オリーブフレキシブルペイプラチナプリファードにしたいパターン。プラチナプリファードをすでに持っていた場合、解約で特典をもらうことができます。具体的には、解約時の累計利用金額に応じて、50万円ごとに5000ポイント、最大4万ポイントを、オリーブフレキシブルペイ、プラチナプリファードに入会の翌々月末までに申請とのことです。ゴールド同様、同時保有も可能みたいなんですが、その場合はこちらの解約特典がありません。プラチナプリファードの利用分は、プラチナプリファードで継続特典、付与のタイミングでポイント付与されるそうです。同時保有できるほどの財力が欲しい人生でした。最後は、三井住友カードゴールドナンバーレスを利用。100万円利用を達成していたが解約している場合。この場合も、オリーブフレキシブルペイゴールドを年会費無料で持つことができます。対象の方は、ぜひ申し込んでみてください。それではまとめです。オリーブフレキシブルペイは、これらの注意点があり、知れば知るほどメインカードとして利用することを躊躇してしまいます。特に ID がデビットモード支払えば意味がわかりません。なんでそういうことするの？でもまあ、オリーブの特典自体は優秀ですし、今なら初年度年会費無料やキャンペーンも多く開催されているので、
来る価値はあります。既存の三井住友カードとうまく使い分けしながら利用していきたいですね。それでは本日の動画は以上となります。参考になったという人はグッドボタンとチャンネル登録をしてくださると励みになります。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。またねー。